次のコーナーは現代日本のコーナーです。今週は生きづらさを感じる大学生、これをテーマとし、私たちが実際に大学生へインタビューを行い、どのような悩みを抱えているのか調査してきました。それでは VTR をご覧ください。今回インタビューをさせていただいたのは筑波大学の小田和樹さん。小田さんは1年前に筑波大学に入学をしました。しかし小田さんの大学生活にはいくつかの問題が発生しました。まずはお金の問題でした。生活費や教材費、交際費など度重なる出費でお金はどんどん減っていきました。さらに彼は勉強が苦手で、学校の授業にもどんどんついていけなくなり、理解が難しくなっていきました。しかも彼は目標を決めず大学に入ってきたため、ますます自分が何をしたいのかわからなくなっていきました。私たちの政策が行われていたら、給付型奨学金制度では学生の生涯にわたる金銭的負担を軽減します。小田さんの金銭的問題も解決するでしょう。研究評価入試は義務教育段階から自分の好きな得意な分野の研究を行い、大学側にそれを正当に評価してもらう入試制度になります。得意分野であれば小田さんも学校の勉強についていくことは可能になるでしょう。925制では現行の学校制度の無駄を省き、その空いた時間で進路学習や体験学習を行い、自分の将来を見つめ直す機会を作ります。